か最近気づいたんですけど、ダイソーでね、150円で売ってたのに、これ今200円になってますよね。この LED 電球。まあ最初にセッティングしといたらもうここカットしたらいいのに。はい、はい、お疲れ様です。仕切り直しです。お疲れ様でございます。今回ね、こちら、珪藻土の商品をいくつかね、ちょっと一気に紹介していきたいなというふうに思います。珪藻土バスマットとか、あってなんですけどね。あ、なんかニトリの珪藻土バスマット、あれなんか、回収されてますよね。なんか割れた時に破損した時にアスベストが出るとか出んとか、そういうなんか自主回収が始まって、あ、まあそれはいいんですけどね。今回ダイソーと、これはね、これだけ通販で買いました。これは珪藻土のコースターですね。これもでもダイソーにも売ってますね。アップね、反射して顔が映ったか。珪藻土コースター、さっと吸収。そうなんですよ、これ。珪藻土はやっぱり吸収率が良くて、そしてすぐにね、この蒸発していくあたり、これがいいですよね。こちらも100円ですね。そしてこちらね、ちょっと200円の商品なんですけど、開封しましょうか。そうなんです。これね、箸とかスプーン、フォーク、これが立てられる、その珪藻土の、なんていうんですか、コップ型のやつ。あ、ちょっと開けましょうか。無理やり。そうなんですよ。これなんです。これが欲しかったんですよ。このなんかね、サラサラ生地になってるんです。そうです。これが欲しかった。で、これについてきたおまけがこっちなんですけど、このおまけの方、ここにね、そうなんです。こう、立てられるっていうことですよ。フォークとかスプーンとか、珪藻土、カトラリーって何よ。ミングはどうでもいいんですけどね。そしてこちら。これはね、歯ブラシ立てですよね。今までめちゃくちゃ大きいのを使ってたんですけどね。もう電動歯ブラシと普通の歯ブラシ、システマの歯ブラシしか使わないんで、こちらがメインのパッケージです。そしてこれ一本だけこう立てられるっていうやつですね。これは100円。あ、なんか白いの手につくわ。手につくなんかアスベスト違うやろうな。調べてないけど、大丈夫か？これ大丈夫ですか？こちらはね、3つ買いました。これ何するもんかっていうと、ペットボトルを洗った時に、こちらがメインのパッケージです。流れ作業みたいになってるな。ペットボトルをこう立てかけられるやつです。ちょっと爪長いな。後で切っていきましょうか。そしてね、ここ4つついてるじゃないですか。これね、ここを、踏むことによって足つぼマッサージになるかなと思って3個買いました。嘘ですよ。そんなわけない。こちらなぜ3つ買ったかっていうとね、このペットボトルをこうセットしたとき、こう置くじゃないですか。そうするとこの3つ意味ないことないですか。ここにこう置いたとて、この横にこう置けないですよね。これの意味がわからん。これ何のための3つですか。順番に使っていくということですか。ここ死んだらここ使うとか、ここが死んでしまったらここ使うとか、意味がわからんな。これやっぱ足つぼマッサージ用じゃないんですかね。だからこう3つかけら、立てかけられるように。そしてね、大きいペットボトルももちろん対応してますよ。これ 1.5 ボルトのペットボトルです。一層で100円なんで、これで300円ですね。300円、400円、500円、600円。700円も買ってしまった。コースターは、こんな感じですね。結構大きいんですよ。ここの幅が結構大きいですね。10センチかける10センチかける、高さ 0.9 ですね。そして、あ、反射して顔が映る。スプーンに反射して顔が映るところでした。これもね、そこそこ高いんですよ。そうですね、缶コーヒーよりちょっと一緒ぐらいですか、高さ。反射して顔が映るわ。そしてこのスタンドですね。スタンドと歯ブラシ立てはね、これだいぶ歯ブラシの種類にもよるんですけど、だいぶ斜めりますね。この角度がだいたいね、80度ですね。80度。いや、そんなもんどうでもいいんですけど。
80度っていうことはつまりこっちの角度が100度っていうことです。だから何なの？こちらケイソード。あ、これちょうどサムネイルに使いましょうか。ケイソードの商品を並べてみました。これがちょっと意味わからないですね。4つ空いてるのが、4つセットできるのが意味わからない。これ隣接してするところにね、こう置けないんですけど、これがちょっと意味はわかりませんでした。ずっと噛んでるわ。軽く甘噛みずっとしてるわ。これサムネイルとして使います。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このこっくりさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。あ、めっちゃ噛んでた。今の収録めっちゃ噛んでた。どうしようか、編集でちょっと、いや、もういいでしょうか。撮り直さないですよ。